もうちょっと驚かんようになってきたから。お前みたいなのが出てきてもさ、驚かんようになってきたからな。ここは？俺は誰だ？目が覚めたか。大変なことになったぞ。外を見ろ。外？ビッグシキクさんならぬ。ビッグサチオさんや。巨人？パパが巨人になった。あんな巨大なやつに勝てるわけがない。いや、たった一つだけ助ける方法がある。何？本当か？あのババアは結婚相手を探しているんだ。え？それはもしかして。だから、奴の持っている婚姻届にサインをすればおとなしくなるだろう。そうか。奴と結婚すればいいのか。なるほどな。誰が？ ちょっと考えた。え、待てよ。でも、結婚するには相手がいるよな。誰が？みたいな感じ。ちょっと考えたな。5秒ぐらい考えたね、今。お前が。ほ？いや、さすがの俺も。あれとは、無理だ。ヒロト、お前もどこだろう。 そこに幽霊いんじゃん。それに幽霊いんじゃん。霊同士でお似合いじゃん。 必死。それ以上その先を喋るな。殺すぞ。わあ。無理だ。もう絶望しかないのか。えらいことになってる。恐ろしい恐ろしいとこだった、この闇の木造校舎は。絶望するのは早いぜ。誰？ あ、お前か。悪魔。そうよ、希望を捨てないで。ああ、お前ら。天使。貴様ら、他人事だと思って勝手なことを抜かしやがって。励ましも今になってはこう感じるんだ。同じ俺ならわかるだろう。アルババと結婚しない限り、こっから生きて帰れないんだぞ。だけど、俺は、相手は結婚したくないんだ。仮に黒子だけ、形だけ結婚すればいいじゃない。そうだ、今だけ騙しちまえばいいんだよ。悪魔と天使が 結束してるやん、説得に。そうすりゃお前を助けるんだぜ。それは、そんなことは、俺だけ考えてさ。そう、例えば、その場限りの結婚約をしたとしよう。俺が今少しでも我慢することができれば、この場は乗り切れるかもかもしれない。だけど、俺にはそれができない。アルババートは嘘でも無理です。ごもっともなこと言おうけどさ、変態同士お似合いじゃん。はっ、もう死ぬ、死ぬしかないんだ。絶望だ。まだ奥の手があるぜ。
まだなんかあるんてが。私たちはいつもあなたと一緒だった。あなたの心にはいつも光があったわよね。は？光ですか？そう、子供の頃のあなたは光に満ち溢れていた。何の話だ。なんか何の話し始めたこれ。だけどあなたは思春期特有の闇が増えすぎてカオスな力が増してしまった。俺の力がちょっと強かったよね。ほ、何の話をしてるんだい。光と闇はいつも一緒だった。俺たち、私たちが一つになった時ん、邪聖剣カオスカリバーは誕生する。中二病かい。闇って中二病の話かい。何言ってんだこいつら、バカなの。お兄ちゃんですらバカなのって言うんだね。まあバカだろうけどな。いや、カイロは瞳の住人、俺の心に住む俺そのものなのだ。ということは俺はバカなのか。ようやく自覚が始めたね。遅いよ。俺はバカだったのか。え、うわー、あ、目覚め始めた力が。うわ、顔すっかりば。なんて気持ち悪い顔がついてるんだ。その部分どうにか取れんかな。光の剣、さあ手に取って。迷ってないで、諦めないで。マヤミッキーが出てきて。なんでこのタイミングでマヤミッキーが出てきたのか。やられたらやり返す。100億万倍返しにしてやろうぜ。これなら殺せる。殺せるぞ。ありがとう。俺かっこ自己完結。ここまで来たらやるしかないの状態。あーでもそうだった、スクミズ来てるんだよな。台無しだな。中二病かっこ変態。感動系の BGM を流すな。これで終わりだよみたいな感じで流れるんじゃないわ。え、何その剣。そりゃそんな反応になる。どっから出したの。ふ、行くぞ平田、第2ラウンド開始だ。やばい。妙に感動的になってきた。無駄に感動的になったね、 BGM のせいで。見た目からして全然感動できんからな。うわっ、どうなっているんだ。ゴジラじゃんか。もう新ゴジラじゃんか、こんなん。その剣は何なんだよ。ふ、よう、5年ぶりだな。進撃の巨人みたいな会話するな。聞けよ。あの巨大な音量弱点は首の後ろだ。なぜわかるんだ。俺にはわかる。だって漫画に書いてあったんだもん。絶対進撃の巨人の影響を受けてるこの人。やらやだ、リアルと漫画の区別がついてない。お前駆逐してやる。なんなんこの走馬灯は。やめろ、振り返るなこれまでのこと。あ、この BGM もやめろ。いい加減やめろ。無駄に感動的なんじゃ。もうどうでもいいシーンばっかが流れてきよう気がする。
てか歌詞英語かい。無駄に食い込みがすごい。よう聞いたら歌詞英語やんこれ。これなんて言うんこれ。英語でなんて言うんこれ。ちょっともう訳してほしい。もう訳した歌詞知りたいんやけどこれ。公式サイトの載っとうかな歌詞。これでさ、人類よ人類よ平和になれみたいな歌詞だったらどうなる。内容と全然合ってない歌詞だったら。あのさ、あのBGM がさ、この曲がさ、良すぎてさ、ゲームの内容がありだったのにかかわらずな、終わる瞬間がさ、近づいてきて寂しい気持ちになった気分やな、どんどん。あの、小さい頃にポケモンの映画見てさ、あの、エンディングが流れた瞬間ってさ、大体あの、こういう気持ちになるよな。けど、内容が内容やしさ、今は、ちょっと2分ぐらい見よう映像がさ全部カオスなんよな。聞くところさ、あのお兄ちゃんはさどんな存在なのって話になってくるな。倒したのか。だからさ、セーブやった後にいきなりさ、この喘ぎ声出てくる。なんなんいつも。誰？あ、生きとるやん。小さになったけど生きとるやん。ぬここはどこだ？あ、私のダーリンは？書き置き。え？主人公変わった。主人公変わったな、これ。俺のことを教えてください。お願いします。P.S. 死の道から現代に帰れます。ダーリン。うち忘れへんよ。なんで突然関西弁なんや。あ、お兄ちゃん結局ちゃんと帰れたんこれ。お帰れた。なんかよくわからんけど帰れた。え、しきこさんの力関係ねー。シャボの空気がうまいぜ。村岡すぐに返してくれたな。返してくれたんか。よかったな。変態だと思えとったけどもうどうにもなるんかなと思ったとどうにかなっちゃった。普通にどうにかなっちゃった。ああ、土下座が効いたな。土下座したんじゃ。よかったで。まあよかったで。ヒロト、お前はどうするんだ。俺は闇の木造校舎にも帰り、スタンバっておくつもりだ。これから引きずり込まれる奴らのためにな。こうやって話つながっとんじゃ、これ。そうか、好きにするがいい。しかし、お前はすごいな。かっこいろんな意味で。もうやばい意味でやな。最後に教えてくれ。お前の名を。そういや、お兄ちゃんって名前だったけどさ、まず妹の存在がよくわかってないよな。こいつが勝手に妹の存在をさ、捏造したんかもしれんし、セーラー服は盗んだもんかもしれんし。うん、俺か。そうか、まだ名乗ってなかったな。いやその体勢で言われても困ります。なんか来とる。でしょうか、なんか来とるよ。ふっ、追い出したことが忘れていたぜ。え、キーナルが来てる。キーナルが来てるよ。いいだよ、名乗ってやる。来てる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 。え、
これも見たことないっつうかさ、次の日のだいぶ前の作品みたいな感じになってる。第2話とか第3話あたり。よーく聞くがいい。うわー、飛び込んできてる。タッチダウンみたいな感じで飛び込んできてる。俺の名は。お、なんだ、捕まえだ。またお前かー。誰、またって言われても知らん俺。うおー、ヒロト、ヒロト、闇の世界へタッチダウン、お助け。帰ろ。今日も学校は平和です。そしてあいつは再び旅立っていった。謎の怨霊とともに。現代の廊下でババアはむせび泣き。それを教頭が慰めていた。教頭久々にできたなと思ったら慰める役だったよ。あのババアの恐ろしさを忘れた愚かな教頭。一つの恋が始まったのかもしれない。やったと。恋をするような顔じゃないからな。さっちゃんのお母さん、恋をする時の人の顔じゃないよお前。俺はあんな親を持つ娘がとにかくかわいそうだと思った。お兄ちゃん、名もなき光の勇者、彼は名乗ることなく旅立ってしまった。名乗ってもらったところで俺5秒ぐらいで忘れはな。今もどこかで命をかけて戦っているのだろうか。何これ、終わっちゃったよ。なんでこんな BGM ばっかさ、曲ばっかかっこええんこれ。ぶっちゃけさ、次の日の本編の方よりもさ、 BGM の秀逸さっつうかさ、優秀さっつうかさ、上だったんやけど。何このさ、本当のさ感動系映画にも使われそうな BGM な。レベル高いんやけど BGM ばっか。このさ手の込んだギャグ系って本当面白い、そんな気がする。サチオさんのボイスの紹介とかいいけん俺。これなんかもうさあれだよね。もうなんつうかラージャンが怒った時みたいな感じやもんな。ほんと曲かっこいいやけど、あの日の出来事がかっこよすぎるだろう。一つの映画を見終わったような感動なんやけど、内容があれなのに。終わった。終わったよ、とうとう次の日終わったわ。というわけで、まあ恨みっこ次の日ターン2がもうとうとう番外編も含めて終わってしまった。どうもさ、話を聞くあたりじゃさ、次の日シリーズはもう完全にこれで終わりって感じらしくてさ、また作者さんが別のゲームをあげよるっていうか、もしかしたらさ、この動画アップしよう頃にはもうそっちの方の動画アップしようかもしれんけど、どうなんかわからんけど、とりあえず
それともやっていきたいと思うんでよろしくお願いします。とにかくさ次の日シリーズ長い付き合いだったけどやっぱ面白かったな。ホラーもこういうネタを中のあるやつも全体的にさ結構絵がすごかったよな。綺麗な絵っつったらそういうわけじゃないんやけどなんかゲームに合った絵みたいな感じですごい感じのパンチのある絵だったんがちょっと良かったなと思うよな。というわけで今回次の日完結ということでご視聴ありがとうございました。こういうホラーゲームも今後どんどんやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。というわけで仕上げ。